大谷翔平が3安打&2盗塁で猛打賞、トラウト6号&7号もやっぱり、なおエ勝率5割逆戻り、今季最長17連戦の負け越し決定。なおエって流行語取りそうよな。ほんまバケモンやなこいつ。トラウトの美しいスイング見た後、大谷の打席見るとなんかスムーズじゃないと思ってしまう。あと契約何年残ってるんやっけ。死刑囚化しないのはすごい。息苦しいよこいつ。自分の指標上げることしかモチベーションないやろ。大谷も5打数3安打か。この並び逆やな。大谷と打順逆だったらトラウト3番のが良くないかね。大谷2番で。理解者は大谷だけの非式野球マシン。翔平こんなに頑張っても俺を見捨てていくのか。悲しいな。吉田9試合連続安打なのに何時で一切話題になってないな。まあ大谷も初回チャンスでゲッツーかましたから。なおへのお手本のような試合。大谷猛打賞は偉いけど、チーム的には初回のあれが痛かったよね。初回虫1、2塁から併殺打ったゴミが先犯。なおへ金粒で草。エンゼルスが負けると気持ちがええわ。